すごい。ルームがすごい。誕生日仕様。誕生月だからか。すごい。なんて。おめでとうございます。ファン一の配信頑張って。これからもよろしくね。おめでとう。いつも頑張ってるね。コングラチュレーション。応援します。すごい。めっちゃ文字書いてる。すごいんだが。すご。すごすご。すごい。こうルームがこういう風になってるとは思わんやった。よいしょ。ラジオをつなぐぜ。今日はスムーズだ。にじる鉛筆までに家に帰りつけるかチャレンジ。めっちゃまだ違和感あるな。ログインしなきゃ。あれ、ログインが。今日2度目のラジコ。あ、瀬戸宗さんね。今日2度目の、そうね、瀬戸宗さん、まあ、兵庫県外の方は瀬戸宗さん聞いてたら今日2度目のラジコですね。もう私は準備完了。スクールオブロックさんを聞いている。そう、今日は全員出演でした。まあ記念すべきリニューアルの初回なので。そう、今日木曜だったからなんか空から始めるのっていう声もあったんですけど、初回は全員で来週の月曜から呼ぶした門脇石波石なのっていう感じになりますね。そうで、まあ今日あれ、それぞれのあの週のテーマも発表されて、そうそうそう、早く言いたかった。そう、テーマを決めて、矢部下が音楽、門脇がなんかスイーツとご飯、私がアニメ、ソラハがスポーツっていう、このジャンルに特化した曜日になります。曜日の10分間ぐらいかなになると思います。ミヒーのクオカード届きました。お、あれか、フォーシーズンズさんのやつかな。私ももらった。そう、もらった、嬉しかった。
そう、なんか事前にアンケート取られて、私全く違うやつだったんですよ。けどそれはちょっと厳しいってなって、アニメがいいって押したらアニメにしてもらいました。 そうそう、今日消えて、今日のキッス FM お祭り騒ぎ、お祭り騒ぎ、ああ4人でだからうるさかったってことかな。 そう、なんか一人語りだから本当に語れるやつが良かったから、私語れるとなったアニメと漫画でしか多分私的に語れないっつねって話になって、そうこれから続いていくやつで、一人語りで本当に好きなもので語った方が多分いいからって言ったら、そうなって、もう初回はもう撮ったんですけど、毎回アニメ作品紹介する、それはもう私の初回を聞いてから質問してください。今私が何言ってもネタバレにしかならないんで、どういう風にやっていくかまだそんながっちり決まってるわけじゃないので。楽しみにしてください。楽しみ。だからとりあえず音楽もかけるんですかって、今日の収録のことじゃないよ。来週のやぶしたから始まるやつを聞いたら、形はどういう感じになるか わかるから。 今何も発表されてないから、テーマのことをやっと今日発表されたぐらいで何も発表されてないから、今私が何かを話したらそれはもうネタバレにしかならないんで、日にちが経てば明かされることなのでお待ちください。来週まで楽しみに待ってしまっててください。し、アニメで語るからって言って、なんか丸々について語ってとかなると、それは私が作っていくラジオではなくなっていくから、そういったことは聞かないっていうか、いい意味で聞かない、自分のペースで聞きたいなっていう。そう、丸々しょ、なんか次は丸々とかそういう風に決められちゃったら、本当はそのつもりだったけど、そう、なんかそれで実際そのテーマだったら前の配信で言ってたからかなとかなっても、そういうつもりじゃないから、そうそう、もう私とキッスさんとマネージャーさんで決めていく感じかな。そうそうそう、でもまだ初回しか、初回っていうか自分のアニメの初回、今回放送、今週放、今日放送されたやつじゃなくて、そう自分の初回1回しかまだ撮ってないから、そうどういう風になるのかなって、本当になんかもうなんか喋ってたらこれを話そうと思ってたと違うことで話が広がって時間が経っちゃったりとかするから。 そうなんかあんまりがっちり決めるんじゃなくて、なんかある程度決めることは大事だけど、がっちり決めるんじゃなくて、本当になんか、そのスタッフさんとか話した時に「虹色鉛筆は本当に真逆を生きるといいね」ってなったか、私本当に虹色鉛筆の喋り方一切してないので もう、ね、ただただアニオタがただ語ってるっていう の方がいいっていう風にキスさんにも言われたので、そうそう、でも初回はねちょっとやってんなーって感じのとこがあるから、早く来週の水曜日になればいいなっていう 感じですね。そう思う前にしゃべる、だから基本的に二重鉛筆の感想のテンションと近いかも。
思うままに喋るって感じかな。そう、だから私の来週の水曜日の私の担当の水曜日のやつ瀬戸胸を聞いたら、一番最後まで聞いたらやってんなって、いいじゃんやってんなってなると、でもこれじゃあね言わないんですけど、言えないんですけど、やってんなと思われるためにネタバレしちゃダメだから、来週のお楽しみにしていただき、二重連発は私の冠ラジオです。もう6月から始まって6、7、8、9、5ヶ月目に入るのかな。でも10月いっぱいで終わるので、そうですね、今月までですね、この毎週木曜のこの集合って感じが今月までになりますね。そうですよ、もう10月ですよ、早い早い早い。そう、11月以降も続いてほしいとか、また延長されないのっていうのは言うなら、感想を送るとか作文をね提出するとか、反響でそういうのは示さないと決まらないので、そう思ってるだけで誰も何も言ってなかったら、これラジオは反響ないんだなってなって終わっちゃうものだから、そう続いてほしいっていう気持ちがあるなら、ぜひハッシュタグ20連発なり、キスさんの方にメッセージを送るなり、作文を提出、まだ10月入ったばっかだしね、それなりどっちもやってます、ありがとうございますなんかやらないからそれがダメってわけじゃなくて、そうそうやってほしいなっていうおねだりおねだり、ハートありがとう。まぶたが痙攣したい。全然関係ないかな、これって5時かな、関係ないけど、今回のグッズも可愛いなと船がさ、そうハロウィングッズが発売されました。私猫のコスプレハロウィンしてます。そう気に入ってるそう来た瞬間ね、マイハとかがすごい「え、かわいい!」ってか、マリナとかがめちゃくちゃ言ってくれて「え、ほんと?」みたいな嬉しいみたいな。です、私が足が人よりちょっと小さめなので、そのみんなが使ってる靴下とか靴と違う感じなんですけど、他の猫着てること、だからなんかその靴下の組み合わせと靴の組み合わせと、そのコスプレが私のやつはすごい私的に好きなやつだったから、すごいめちゃくちゃ好きだったんですよ。そう、ぜひともゲットしておくれ。猫みーちゃん可愛すぎ、やった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 。足小さい、なんか縦もちっちゃいけど横がちっちゃいから、そう縦はまだなんかなんとかなるけど、横がちっちゃいのはね、ほんとぴったり合う靴、衣装じゃなくて大変。私の衣装の靴全部中敷き入ってるから、2期生が私の靴とか履く時あるんですけど、でなんか中敷き抜かれてないから、え大丈夫なのかなっていつもそうそう、抜いていいのにって直してくれるなら何枚中敷き、私2枚とか普通に靴によっては入れてるから、そう何枚入れてるかさすがに覚えてないから、それを直してくれるのは全然抜いていいのになって、そうめっちゃ思う。逆にぴったしだったらその子も足ちっちゃいのかなって感じ。
でも基本誰が空いてんのか知らんから、使われてるのは知ってるけど。全然関係ないけど、昨日の配信でキアキの君がいないの歌詞が好きって言ってて、共感できる人いたって感動した。待って、どこに私がかけられてる？私が好きって言って誰かが共感したって言ってるの感動した。私が言ったよね、君がいないの歌詞が好きって言って誰かが共感してて、それを見たから感動したってことかな。通知来た、10分前や。あ、でも私の靴ゆらちゃん履いてた。あ、衣装だっけ、忘れた、靴か、ゆらちゃん履いてた気がする。ゆらちゃん履いてた。あ、みんちゃんが好きって言ってて嬉しかった。あ、そういうことね。なんか第三者出てきてさ、どこに私がかけられてるかなってなっちゃった。なんか私のコメントでさ、今アイコスをちょっとデスクで吸おうと思います。なんかいつもみんななんかこういうタバコ関係お知らせしない？なんかアイコスともう一個なんか違う名前のやつなんだっけ。そう、みんななんか私の配信タバコ休憩にするの。初見です、ヤッホー。今日は私の冠ラジオ一緒に聞こう、ラジコっていうアプリで聞こうっていう配信でございます。あ、二次連別バドに家に帰りたどり、え、家に帰り着くチャレンジ成功、おめでとう。おめでとうっていうか、ありがとう、急いでくれて嬉しい。あ、同じ人が銘柄変えた、なるほど、同じ人が毎回私のことをタバコ休憩にしてるのね。で、あ、昨日の言ってた色のやつやってみたよ、ブルーだって。おお、どういう性格だったんだろう。なんかアイコスは読めるんだけど、なんかめちゃくちゃ読めない英語があって、読み方間違えてなんとかだよって言われた記憶があるから覚えてる。あ、ブルー、平和的、信頼できる人である、冷静な判断ができる、言いたいことが言えない、孤独な面がある、権威には合ってました。こんばんは、こんばんは、 STU48 石田みなみです。あ、プルームテックかな、多分。なんか英語でなんて書いてる、あれカタカナじゃなかったんですよね、その時。何この曲、マジさ、スクロブロックさんの流れる曲めっちゃいいよね、いい曲、この曲好きな曲めっちゃ増えるわ。あ、それだ、テッチって呼んだんだ、デフテックみたいな感じだよね、デフテックのテックの口。ちょっとあるこの例え。いい曲と思ってスクショした。あのタイトル忘れないように。今日からの瀬戸物も消えたよ、ありがとう。来週からもね、曜日ごとで決まり、メンバーが違いますが内容も違うので、他のメンバーがどういう風に一人喋りしてるのか分かんないからさ、私も全部気になるから聞く、もちろん。めっちゃいい歌。純粋に好き。5分前だね。うどが。今日10月1日。こっちか。
お、いるかな。今日の作文の方いるかな。通知来た。あ、いる。今日の作文の人ちょっとしたネタバレいる。あ、なんか、あ、というか、いるいるいる、いますせ。今日の作文、あ、感想、どういう感想言ったっけ。あ、待って、消しちゃった消しちゃった消しちゃった。あーあーあ、よかったびっくりした、違うラジオ開いちゃった、ちょっと遅れたかも画面が固まっちゃって、私顔半分しか映ってないもん。いかんもん、みんなに見えてたら「ダダ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 」すごいな、一発で耳に残る歌だ。次何が来るか分かんないけどメロディー分かるっていう、すごい一発で、こういう曲好きなんか一発で残るから。口ずさんでこう、あ、天田さん、タンタンタタンタタ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 。ほのたん歌ってる、いいかな、わかんないけど、ほのたん思い出すわ。ほのたんが歌ってるっていうか、なんか歌が好きな子たちってなんかメイク中とか音楽のよく流してるんですけど、これ多分流してた曲ある。可動機とかもそうなんですけど、あ、始まる。あ、まだ2番いった1番かと思った、ワンハーフかと思った、2番いったこんばんは、二重連発聞けに来ました。え、嬉しいあ、でもそう、各々で準備しないと聞けないけど大丈夫ですかここで流したら多分バンされちゃう。なんか最近ちょっとした時差が当たり前になってますね。ちょっとした時差、本当にちょっと、ラジコも OK よ、よかった。来た。ダーチャーチャーチャー。
CM Now。 ちんちゃー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 、来るぞ来るぞ、ドゥルンドゥルン、デデ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 、ギャー、来るぞ来るぞって言ったらそうなっちゃった。ジャーズ、来た。私15秒のバッハがありますね。あ、来る。ギター。声低く。医療と教育の神戸ときわ大学の提供でお送りします。チャン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 。教育の神戸ときわ大学、じゃん。いる？いますか？じゃーん、じゃ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 ーん。あ、静かにします。じゃーじゃー。平和や。ふむふむ。なりたいです。すごいすごい入り方。時間ギリギリだったのかすいません。あ、静かに。ここまでは医療と教育のお送りしました。ちょっと感想長かったみたいで、合間のとこがバツッと切られて、さてーが時間ちょっと最近見てなかったな。じゃあ福竹さんの作文がちょっと短めだったので、感想を長めに喋ろうって意識はしてたらこうなってましたね。すいません、さあせん、ありがとうございます。ちょっと上です、キスさん。キスさんありがとうございます。いいように編集していただいて。福竹さんでした、いますか？そう、アバターは見えてるんだけどさ。
国語だよ早寝早起きできるようになりましたか？作文の後話ですがこれ同時に配信してるからこういうことができるんですよね。早寝早起きの守れる4年生になりたい、なれました？いやな、子供の頃の作文だからその後の話が聞けるっていうね。KSFO 神戸。めっちゃなんか音がさ、ここの中間の音量が欲しい。でかいかちっちゃいかみたいな。いやでかいで聞いとこ。いまだに早寝早起きできてません。なんだってなんだってすごい早寝早起きを守れる4年生になりたいって言い切ってるから強い意志を感じるって言ったのにあなたの意志はね、できてそうなイメージだったのにすごい、これこの同時配信とで完結したね二重鉛筆で起承点ぐらいまで行って、あ、じゃあ起承まで行って、この同時配信で点結まで行って、起承点結、はい終わりこれが同時配信の醍醐味ですねショーシャー眠気、ウィンウィン眠気カン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 でも本当にあと残すとこ数回になるのでちょっと悲しい気持ちでいっぱいです。本当にで昨日2回2週分取ったから、次8で7、15、23で、なんか次収録したら終わりだ。うん、でもまあ瀬戸宗さんが一人喋りになったので内容は全然違いますが、そのなんか10月いっぱいは被ってる月なので、その違いをね出せたら、そう、なんか二重鉛筆をね、あのいつもこの時間帯流し聞きしていてくれてる人がたまたま夕方聞いて ST48 石田みなみ、え、この石田みなみっていうか夜のなんか朗読読んでる子やんってなって、え、なんか全然イメージ、二重鉛筆と全然イメージ違う喋り方みたいな、めっちゃいいやんみたいな探しになればええですよね関西圏も忘れでしたけど今そう、なんかどこがそうな、聞いてる人、いや昼のも聞いて、昼のじゃない、夕方のも聞いて夜のも聞いてる人なかなかいないようじゃないかもしれないけど、いや確率はゼロじゃないっていうね。でキスさん好きな人はずっと聞いてくれてるわけだし、そうそう、瀬戸宗さんはなかなか一緒に気候配信厳しい、厳しいで、その時間帯ザ仕事が多いねこの時間帯だとね、仕事が大体終わってる時間帯だったり、まあたまに無理だって後日リアタイムフレで聞いたりするんだけど、あとね今日ちゃんと話さなきゃいけないことがあってね、みんなに真面目な話していい、こんな状況でこんなヘッドホンつけて真面目な話があって、しなきゃいけない話があって、ほんと真面目な話、笑顔なし笑顔だしあの、いや全然あれなんですけど、まあ、さっきからコメントでもねちらほら触れていただいたんですけど、今日30日間毎日アイドルって感じになったんですけど、もともとその毎日アイドルにそんなこだわってるタイプじゃなくて、けど9月に投票期間があったじゃないですか。でみんな、私ももちろん自分に投票するし、みんなも投票してくれてて、なんかどういう風になんかそういう風、私もなんか頑張るっていうのを表せばいいだろうってなったのが私の中で配信だったんですよ。けどなんかそれを
なんか頑張るために毎日配信しますって言い方は、普通に何もなくて毎日配信してる子がいるから、あえて終わる時まで言わんと思ってそう、終わる時まで言わんって。さあ気づく人はもちろんいるけどね、さすがにずっとやってたけど、それを毎回やってる子がいる中で、それを売りにして、それを強みに、なんか偉そうに言うのは、偉そうというか違うなと思って、しれっとやっとこうと思ってしれっとやってて、そう。でもとりあえずその投票期間をきっかけっていうのもあるけどね、そうそう、しれっとやってて、そうで、リアルな話で言うと、10月がリアルばっかガチばっか言うけど、本当に大変バタバタするんですよ。そうそう、バタバタしてて、でもちろんできる時はそれ予定なんだけど、そうそうそう、でなんかなんでバタバタしてるのかも言えなくて、それが言えたら楽なんですけど、言えないからそう、言えないので、なんか本当にバタバタしてるのって思われるかもしれないんですけど、リアルに本当にやばいんですよそう、めっちゃリアル。だからなんかいきなりね、はい、こうやって毎日配信 こだわってるわけじゃないんだけど、途切れる時もそれは出ると思うんですよ。それをなんか投票期間が終わったから途切れたんだというふうに思ってほしくなくて、違うんだよっていうむしろなんか投票期間しかやらないのねっていうふうにだけ思ってほしくなくて、もちろんそういう気持ちもなくて、なんか投票期間だからやろうっていうよりかは、なんかどういうふうに頑張りを表していけばいいだろうっていう末だったから、そう、だから気づかない、いつかそのなんか分かんないんですよ、先のスケジュールは分かってても終わり時間が分かんないから、集合時間が何時と終わり時間が何時かっていうのが分かんないから、ある日突然切れることは絶対あるんですよけどそう思わないでっていうそう、それを言いたかったんだよ。もちろん全然義務とは感じてないんですけど、まあありがたいって言い方も変だな、幸いなことに9月がそんなにバタバタしてなかったので、よくないか、バタバタしてる方が、忙しいうちが花っていうからな、まあ、なんて呼びか分かんないけど、9月がバタバタしてなかったので、ちょうどよく、運よく、タイミングがよくできたっていうのもあるんですよ。でもちょっと10月はやべえうん、本当にねそうっていうことだけ言っとこうかなって、10月初めて運営もそれを分かってて9月を投票期間に、あー考えてるかな偶然じゃないっていうことが言いたかった、10月初めの配信で言いたかった言いたかった。でまあここ最近配信来てくれてたり、メール取ってくれてる方ならね、10月から撮った方はちょっと ありがたいんですけど、内容は引き継いでないから知らないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと私の口関係口角口関係も今ちょっとやばい、やばいっていう答えだな、なんか大丈夫かな、違うんだよね、そう、麻酔を今後されることが麻酔を今後されることがあるんですよ、予定としてそう。で前回も麻酔をしたんですけど、前回は準備段階のやつだったので、次からガチのやつに入るんですけど、だとしたらさすがにその日多分配信できないんですよ前のやつ配信見た方は分かると思うんだけど、私全然口が回ってなくてけど次からガチ治療に入るんですけど、多分その日は多分できないと思われる
わかんない、案外喋れるってなったらやるかもしれないけど、さすがになんかブラーってなったらやめる、やらないっていうこともある。10月はそう、前回のはまだね序章なんですよそう、早く行きたいんですけどね、スケジュールがまだ都合があるなんで行けないんですよね。でもなんかね、ちょっとこっちがまだ膨らんでるんですよね。体調には気をつけて、大丈夫。もう最近体調めちゃくちゃ悪かったんだけど、それは病院ちゃんと行って薬飲んでるからほぼ全開、ほぼ全開。そう、まだプロローグかっこいいな、その言い方、まだプロローグかっこいいな。っていうことを配信、10月初め、はい、10月に入ったということでやりたいなっていう感じで、そう、なんかバルバルしてた人はいるけど、人は人、よそはよそ、うちはうちそう、だってその子が筆談配信してようがあれですよ、じゃあされた処置は一緒だったのかってなったら違うじゃないですか。私は麻酔の量が一歩多いかもしれないじゃないですか。そう、だから比べちゃ、そこはね、全ての状態、全ての事情が分かってて比べるならまだしもそう、おかんが言うやつよそはよそ、うちはうち、よそはよそ、うちは。今月はメール頑張りますとかでつらないの？え、毎月メール頑張ってるので、今月はとかじゃない、毎月頑張ってますそんな今月はって言い方やだよ、毎月頑張ってる。そもそも一人暮らしか家族暮らしでも違う、あ、まあそれはまあまあまあ、親の説教か。あくび あくび。今日もね、あるお仕事だったんですけど、すごい緊張したお仕事だったので、早く情報が明かせれたらいいねって感じだね。そうだね、めなみちゃんはめなみちゃんの個性だからみんな違っていいですね。そう、なんだっけ、なんだっけ、なんとかトイロみたいな、住人トイロ住人トイロ。3人でお仕事だったんだよね。誰その3人？え、全然もっといましたよなんかすごい3人って区切られたらなんかすごい雑誌みたいになるからひなちゃんの名前が3人だった。みんな私以外のメールも取ってるのね。けけけマスカラが取れた。けわいはみーちゃん鹿取ってませんよな。鹿が動物の鹿なんだけどでも私結構みんな
私がおうち時間でエゴサするようになって、あの自白はしないって言ってる人知ってますからね。パそれはもうあれ、おうち時間の弊害。しゃあない、だってそれをするしか私はファンの人の存在を確かめれなかったんだもん。会えないし、公演もなかったし、その時期。そう、でも逆に、でもやっぱやらなければよかったっていうぐらいショック受けた。あ、私だけじゃないんだって。めちゃくちゃ2期に行ってんじゃんみたいな。そうね、ケタケタケタって感じ。みーちゃんしか撮ってないわい、余裕の見物。でもそれはみんなに悪くない、もうこのご時世が悪い。そう、それでしか確認すべきものがなくて、だから癖づいちゃったっていう。よかった一途で、よく言う。私じゃないじゃん、まず。違う子に一途なんでしょ。ご時世のせい。STA に貢献してるんだよ、ミナミに貢献しよう。そんな自分勝手な人じゃない。なし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 。私がなんかもうてっぺんとかなって、みーちゃんもういいかってなるなら、まだしも、私まだ登りたい、上にまだ登りたい、他の子とかじゃなくて、私まだ登りたい。ほっとかないでよ、まだまだ登らして。みーちゃん5ヶ月目やった、1年記念日一緒にお祝いしようね、じゃあ。このご時世のおかげで愛してみるようになった。じゃあこのご時世悪いことだけじゃないの。2期生を見てる人はグループ愛がある。それ自分で言っちゃいけんよね、みんなが言うなら。私もやられた側が、やった側が言っちゃダメだよ、やられた側がそういうの言わなきゃ。けそれあれだよ、そう、なんか浮気した人が一度の過ちっていうのと一緒。じゃあ私さっきさ、そういう YouTube 見てたんですよ、なんか名前言ってんのかな、知人の LINE 物語っていう、なんかアバター見て、アバターなんかアニメーションで、そういうなんか日常の、日常のなんかハプニングとかを成敗するみたいなやつ、めちゃくちゃ好きで見てるんですけど、それでさっきなんかそっち、そういう系見てた。そう、知ってる、なんか日刊 LINE ストーリーみたいな、2個このチャンネルが好き。そう、なんか今日のスクールブロックさん、なんかいつもとテイストが違う、初めて聞いた。なんかドライヤーとか、なんか LINE、 日刊 LINE だから、なんか LINE で起きたなんか人間対人間の VS みたいなやつなんだけど、だから音が聞こえてなくても、じゃあ文字が出てるから、なんかドライヤーとかしながらいつも見てる。そうとか、別に画面見なくても音でなんとかわかるから、なんか他のアニメとか他のなんか YouTuber さんとかで画面見て成立するけど、それは別に画面見なくても声で成立するから、ながらにぴったしで、そうドライヤーしながらとかアイロンしながらとか、さっきもご飯、さっきあのお手紙で試食って長芋のバター醤油作りながら私はこっちで流してたし、そう意外に好きなんですよね、ほぼ見尽くした。でもなんか変な話、いろんなチャンネルいっぱいあるんですよ、そういうチャンネル。でも声が好きな人で私は見てるので、そうだから、その同じチャンネルでも声優さんが何人かいて、でなんかこの人のやつだけ聞くっていうのもある。そうそう、だからなんか声の、声大事だなと思って、私もなんかそういったことになった時に、この子の声聞き取りにくいからピッてされないような
しとかないとなっていうそう。そながらで言ってますね。自分は結構流れる？いいよね、楽だよね。再生回数を増やすこと考えたらながらで生きるのありだね。あー、再生回数なのね。だから日刊なんとかの方が好きな声優さんが多い。声優さんって言い方があってるのかな。いっぱいあるよ、なんか本当リアルな、いやこんなこと実際あるのっていうのからありそうみたいな、なんかすごい昼ドラみたいなめっちゃながら聞いてる。っていうのを見てたからさっき浮気の話した、さっき見てたの浮気のやつだったからえ、実話かどうかは知らん。でもさすがになんかこんなことあるっていうのもある。そうやってコメント見たらこれはないっしょみたいなコメントもあるからまあ別にそこが創作であろうが実話だろうが別にそこは別にどっちでもいいからが小さいからヘッドホン巨大に見える、そうか分からん、普通常のヘッドホンが分からん。でもなんか YouTuber さんをそんな見るわけじゃないから基本的に最近そればっか見てるね。なんだかんだ石田さんも優しいっすよね。何その言い方、優しくない時もあるみたいな言い方して。私今ヘッドホンでラジオ聞いてるから声の音量バグってるんだぞ大きかった？私はちっちゃかったけど大きかった？大きかったか基本優しいっすよね、震えブル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 でもこのヘッドホンを使うのは虹色鉛筆の時とガンデミニックを見る時のみちょっとガンデミニック15話流しとか意味のわからん。たまに怖い時ある。私何もせずに怖い時ないから、それはお互い様だと思う。そんな普段なんか日頃から悪くて当たり散らかしてるわけじゃないから、みーちゃん怖いと思ったらなんで怖いんだろうって考えてほしい待って、ちょっと私今こうガンダムリコン流れてるからじゃあじゃあじゃあお岩マークから始まるっていうね、15話はオルゴール町の。自分も配信ビル始まるまで15話見てたお父さん、感謝ごめん、俺は行くよ、貯めるな、バナージチャ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 。あー消しちゃったすごい声出たすごいいいよーみたいな感じの声。悲しいな、悲しくなくするために生きてるはずなのにな。俺箱をよく使う方法を考えてある人に言われたんですもしかしたらそれが俺の
いるよ。あれ見れば落ちてる。トリントン、オーストラリアのトリントン。ロニー・ガーベイ。でも、あ、私テロップすら見えてないんだ。そういえば今20連発か。変えとこ。早くブルーレイ買いたいな。電気屋さん行ってた。危ない。電気屋さん行ってなかったんだよな。最近行けたんだけど。でも私テロップ見えてないけど、テロップ変わってます。え、でもなんか20連発だとは、残り時間みんな私のこと自由にしてくれるから。今自由に、私今15話見てる。彼女を救う方法はない。やれるか。やります。ブライトの朝。みーちゃんのハロウィンアクリル買う。あ、やったー。みなみだよ。黒猫みなみ。みねばー。自由すぎんか。受け止めなさい。バナージ。オードリー。わかった。トルプにも書いとこ。フリーダム。もうトラップに変えた。フリーダーミーヒン。今から45分くらいまでフリーダーミーヒンで。自由だー。あ、イントゥザスカイ。ででで。で企画サンライズ。フォローしてるサンライズ。チャ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 。英語なんで歌えない。でででで。でダダ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 ダタタ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 。私今日どから声出てるのって声出るよね。入れ。入った。入んなかった。見えないな、もうテロップ。悪くない。みなみ、あ、入った。もうテロップに書いてるからいるし。15話めっちゃ好き。ちょっと好きなし見よう。クザーケーブル射出。閉じ括弧は入んなかった。あー、またやっちゃった。空に帰ってこい、バラジ。ちゃっちゃ。ちっ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 。
今ユニコーンがこうなって光がチチチチチチチ。ダメだ、期待が下げちまう、バランシー、くー、ダグダさん、ギルボアさん、マジ分かる人にしか分かんない配信になってる、バランシー、キチュイー、機械音がいいよね。今緑色に発光しました、初めて、なんだこの光は、チェー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 、理想の男性のタイプはバナージですとか言い出したらどういう、バナージ全然タイプじゃない頑固じゃんてかあれだよ、子供だよね、私からしたら10代でしょマナージてててこのさ、あの緑色に発光するとこを見たブライトノアさんのなんか表情がいいよね。私初期見てないけどコメントで納得した、だから早く初期も見たい。ムリディがこうなってるリディの目がもう変わっちゃったよね、もっとキラキラしてたのに、もう今どうする、今ふって言ってバンシーの前に来てるバナージャーのオードリーのものだから、で、ミネバ兼オードリー、ここが2人だ、ガンダムあー闇落ちリディ闇落ちリディ、あ、来るぞ来るぞ、なんだっけあのなんだっけ、私が名前言えなかったやつ、来る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 、ローゼンズールが来るローゼンズールじゃない、間違えた間違えた、ジェネラルレビルジェネラルレビル、友軍が来た、ジェネラルレビル、ノビルスーツが来ました、スキュイーン早く土曜日もじゃ あの公開されたらこれするね需要ないのは知ってる怪物級ですって、やっぱりワブカイは違います、この展開はネイルアガマも攻撃対象に一緒くたに殲滅しようって腹かよダメだ、あ、エネルギー切れたユニコーンここまで来て、はっ、さすがニュータイプ、気づきました、来ました来ました来ました、フルフロンタルアンジェロ、ネオジオンだと、あん、広告、広告、あ、でーん、音がいいね、音楽がいいね、またいいな、でーん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 、でジェネラルレベル、けっけっつった仲間、私のけ仲間来ましたよ来ましたよ、ちょっと来ましたよ、アンジェロ、アンジェロの機体かっこいいよね、紫、みちゅ好きそう、え、マジ赤と紫はみちゅって感じ、
今やられましたね。やられるシーンの実況はでき。手心を加えるのは今回だけとして、連邦の雑魚どもがなんてことを言うんだあれじゃろ。実況ができん。アンジェロのさ、あの退却の仕方かっこいいよね。シューってスマートにさって。あ、そう、チュルフロントルが近くに来るとかしこまってさっき、あの上下関係が、え、これあれだよね、画面見せたらバンタイショーだよね。一緒に見たいな。実況配信しようって出たしね。でもなんかさ、そう言ってる間に私さ、1話からのやつがなくなると思ってなかったからさ、買ってからじゃないと無理だな。でも電気屋さん行ってなかったからネットで買わんといけないけど、私今全てのカードが止まってるので。早く引き落としてほしい。マット招待、アラン招待、発信せよ、打ち方よーい。で、私はって、みなみはこっからも好きなんだけど、ワッツワッツ、めっちゃ飛ばしちゃった。ワッツワッツが言っちゃった。たくユニコーンにエメオルトっといた。海に叩き落とされてまだカッカ来てやがる。違う、あ、爆発する爆発する、あー。気づいた。だー、ワッツがこうなった。ここいいよね、このなんか3人の仲良しさ、仲良しさっていう言い方あれだけど、14話も好きなんだよな。めっちゃ14話開いた。14話から見ればよかった。てれてれてててて、あ、めっちゃこれ広告。黒いユニコーンカンタバンシューによりロンドベール大気かラウカイラムに拘束されたバナージ。バリーダさん再調整されました。オードリー行くよ、バナージ行くよって好きだよね。父さん、母さんごめん、何だっけ、忘れてた。俺は行くよって、今み踊り行くよって、行くは好きだよね、バナージ。それなんかあの都市伝説の関さんみたいな、なんとかだよねみたいな話し方になっちゃったけど。っていうことだよね。てん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 、14話今 Into the Sky Now。 てー、何回でも聞けるマジで。てん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 、アムロも行きます。確かにそっから発生してるのか。てん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 、うんうん、私には今すごい音楽が流れてるけど、みんなには無音だよね。なんか私
大丈夫これ。こんなに自由な配信他に知らない。まあ、今日が私のラスト配信ならこれはさすがに問題ですよ。長く続くから今後私多分ラストじゃないから一回ぐらいねいいじゃないですか。二期のユニコーン。マリーダさん。私はプルトエルブ。マリーダなどという名ではない。どうしてそんなモビルスーツに乗ってるんですか。キャプテンをみんなも心配して気安く話しかけるの。バナジニックスです。ああ。プルトエルブじゃないもん。マリーダさんはマリーダさんだもん。ダモンは私、ごめん。ダモンは私、ごめんね。でもさ、YouTube のコメントにもさ、なんか昔はリリー嫌いだったけど今は好きだなみたいな、本当に人間らしくていいキャラだみたいな書いてるんだけど、まさしくそう、私も初めて見た時はもうリリーが許せなくて、何この人ってレベルだったんだけど、なんか大人になってみたらなんかリリーのなんか。気持ちっていうかなんかね分かってしまうっていうかさそうなるよなっていう。でもまあ許さんけどさ、なんだろう、一応になんか悪とはなんか言えんなって感じ。サスケも許した。サスケは許せん。サスケは、なんか結局戻ってきてもなんかツンツンしてるんだもん。もっとなんか有効的にしてほしい。最後の最後は そう、戻ってきてもなんかケって感じじゃん、サスケ。私のケ仲間だから。かっこいいよな。でこれぐらい絵も綺麗でけどなロボットに重厚感があるのってめちゃくちゃいいよね。いやめちゃくちゃ前のアニメなのにすごいなっていう。君の中のニュータイプが目を覚ます。エンディングね。お父さんになったサスケ優しすぎるからブルト見てほしい。あーブルトもでも5話ぐらいしか見てないから分かってないかも。サスケの良さ見るわ。そう言われたら気になるな。いいお父さんなの。ワッツ出てきた。ワッツ これの因縁だよね。この15話の続きが戻ってるか意味わからんよな。ワッツはねマナジに海に落とされるんですよ。なんか15話でうわーってなってる。ワッツあー殺生はせずか。かっこいいこの人。ててでもやっぱ音楽が素晴らしいよな。なんか最近あの私沢野ひろゆきさんのツイッターをフォローさせていただいてるんですけど、あの進撃の巨人の音楽をずっと公開してくれてて、公開っていうかやってくれてるんですけど、すごいそれもね、なんかその曲は
聞いた瞬間言われなくても絶対進撃の巨人とはぐらい分かるぐらい世界観がぴったしで、だからそのアニメにぴったしの曲をね、沢野さんはすごいんだよな。リディが気づいた。みんな殴るかよってさせろか。リディもおとなしくしないよね。でも、まあ、主人公気質ってそういうもんなんだろうね。静かにできないんだろうな多分。なんかやっぱ何かしら行動に起こしてから物語が進んでいくからね、そういうもんなんだよな。私多分ここいたら静かに多分普通にやってる脇役だから気づかない多分。みんなグルってことにまず気づかない命じられた任務に頑張ってた感じかな。私がもし入ってたらパンシーだ。音楽がじゃーんじゃーん、パンシーだよねこれ。違う、あ、パンシーだ。じゃーんじゃーん、アルベルトビストじゃない。あなたのキャプテンはチンネマンです。アルベルトさん、ミコット、ミコット好きよ。いつもハロ抱っこしてるもんいいなと思ってるいつもハロこうやってミコットやってるもんキメツのスタンプラリー始まったからちょうど帰り道にあるけ、炭治郎ゲットしよう。好きなの？やってたよなスタンプラリー。てーてー、バンシーが光っています。まだなんとかモードとかもあるもんね。それがまだ入ってないか。ガンダムは敵ってリディみたいなことをおっしゃる。あー、ユニコーンが引っ張られた、引っ張られてる。すごいよね、あの腕力でなんとかしようとするっていうハルくらいなら今の技術で作れる？作って誰か家にちょうだいハロと暮らすペット飼いたいけど一人暮らしだが飼えないんだもん。ハロと暮らすデザートはデザートしか言わなくていいからハロと暮らすいやなんかどうだっていい。これリディの声の人はハンターハンターのヒソカの声なんですよ。ちょっとかぶっちゃう。で声優さんでアニメ作品関連付けで覚えてるから、これなんとかさんだって気づいたら関連付けだ、他のキャラクターも出てきちゃうハロ電化製品だから、あ、プレゼントできないってことかサイアムビストこんばんは、お疲れ様です。やっほー。続いて今もうガンダムユニコーンの14話を見てるっていう配信なんだその配信、言葉にして思った。実況してるわけじゃない、見てるだけでも最近見てた作品でめちゃくちゃバナージュの声の人とは出会う。
時間大丈夫。最近聞いたなと思ったジオンだと。え、みんな私見てくれてる、みんな私見てくれてる、みんな見てくれて嬉しい。時間大丈夫。はい、どうすんの絶対。あ、リディが振られます。100年前の祈りを呪いに書いてしまう。ああ、パパパンパパパンって上。ジンネマンです。このジンネマンのこのサインかっこいい。で、それでわかる。オードリーもかっこいい。あ、広告入っちゃった。マジで売られる5秒前。なんか最近そのめちゃくちゃバナージュの声の人といろんな至るところで出会うんですけど、最近シャーロットは見始めたんですよ。で聞いてバナージュってなった。ここは危険です。ユニコーンとバンシーが共鳴して最高フィールドが発生しているのかもしれない。アクシズショックの再現というわけね。いいよねジンネマン。いいよなジンネマン。55位になったら大丈夫ね。さすがに。で私56分で男女埋めた記録あるから大丈夫。あの子ってこのマリダさんも好き。あの子ってもうちょっとねもうブレてきとる。こんばんみリディが、リディが、リディが、リディが。ヘドラで世界と戦うつもりかって。でもこれめっちゃ真理だよね。自分のいない100年後の世界なんてどうでもいいって、なんかそういうもんだよなって思う。真理だよなと思うわ。あなたのことは忘れない。あー見れば音楽、ここからのかかる音楽もいいよね。ってこうやって認めなさいバナージーって。あ、さすがニュータイプ気づくが早い。NTD。 え、このさやれるなユニコーンってめっちゃよくない。もう相棒感、なんかどんどんそのユニコーンとの関係性もさ話数をやるにつれて変わってきてるからさ、いいなーっていう。コンコボっていいシーンあるもんね。私そのシーン一番好き、ユニコーンとバナージュで。てて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 て
あ、時間です。ちょっと駄菓子だからですがなんとかする。あ、ごめんなさい、段順見たいと思います。あれ、シャンシャンあった、リアルタイムランキングなのでその辺でコメント見ないです。いきます。実際音量注意、デーボさん。待って、12位これすごい、なんて呼べばよろしいの12位がバツハート、バツハートなんて呼べば、読めばミネバあー、リディが、リディじゃない、マリーダさんだった、まあ、リディ次だった、さっき15話見たから。あ、バーツハート、バーツハートでいいの、君の声はっきり聞こえたって。12、バーツキュン、バーツキュン、キュンです。3 11位、マーチさん。あ、ねえ、これはもしかしての、もしかして、でもまだ違ったらやだな、ある人が浮かんだんだけど11位、マーチさん。あ、でも見たいからちょっと待ってて、フラスト。10位、ウェプロックさん。9位、リョーニャさん。8位、台湾チームみなみさん。10月もラジオ20連発にゃんなぜにゃんかここにありがとう。7位、タナさん。6位、ポムさん。5位、テリーピーさん。4位、ヤイさんさん。ペパーリータイジさんって思ったんですけど違う、12位の方。4位、ヨイさんさん。3位、ヒロシって呼んでさん。2位、広島校パセリさん。そして1位はビビ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 ってライディンさんでした。やっぱ合ってた？でアイコンでちょっと思ったね。やっぱそうか。今日はキュンってお返ししとこう。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ？見つけたみのこと押してみひん。ヒュー。ありがとうございます。兵庫県出身みこと石田みなみでした。そして私はツイッターとインスタグラムといつも終わり限り死にかけるんだよなんかツイッターとインスタグラムどちらもさせていただいてるのでフォローよろしくお願いします。ツイッター更新してる、ツイッターとかいいねとかコメントリツイート全部お待ちしてます。はい、そしてショールームのフォローもよろしくお願いします。待ってます。では毎週木曜日はこういう風に20連発を一緒に同時に聞くので聞き逃したくない方はフォローよろしくお願いします。ポチッと始めちゃったバナジープラストさん、キャプテンとマリーナの休日お前が頼りだ。はい、バナジー、君の声はっきり聞こえた、嬉しかった。これもうプロポーズだと思うんだよね、ユミは君がんでくれたから私だって20連発で感想もお待ちしてます。うわー、バナージリンクスいいよね、なんか大事な時はバナージリンクスってフルネームで言う感じ。あと30秒、今日も一日おつみちゃん、20連発一緒に聞いてくれて配信見てくれてうれみちゃんでした。おやすみちゃん。あ、バンシーが突っ込んできた。あー、でも無意識にね10年間を守ってるプルトエーブじゃない、やっぱマリーダさんで、あ、終わっちゃう